11日目7月28日私たちの乗っているシリアラインは間もなくストックホルムに着きます。今日の予定はストックホルムの市内観光で市庁舎、王宮、旧市街などを見ます。午後はストックホルム郊外のドロットニングホルム宮殿に行き、帰りは船に乗ります。お昼を食べに行きます。騎馬隊のお通りです。よかったですね、お客様。はい、よかったです、よかった、よかった。これからストックホルム郊外のドロットニングホルム宮殿に行きます。菩提樹です。宮殿は細長い庭園の北の端にあります。注目のお城でございます。やっぱりね、そしてロベサ・ウーリカ・ジョーという方がロシアの子、しかしもうトルコとか中国とかその当時はもう本当にもういいそうですね。でその時で作りますが、使いますのが差し抜きなんですが、ものすごく硬いんですね。カシは1000年生きると申しますね、で300年生育して300年カシの木、うん、この宮殿は前にも少し触れましたが、現国王の住居になっています。その一部を一般公開しています。中に入りました。反対側からもう一度入りました。白鳥が浮かぶメーラレンコ、鮮やかな緑の芝生、深い森に囲まれているこの宮殿はまるでおとぎ話に出てくる宮殿のようです。船が来ました。私たちはこの船に乗って市の中心部に戻ります。ストックホルムは重工業の工場がなく、環境衛生が重視されているため海水汚染がなく、どこででも海水浴や釣りを楽しむことができます。頑張ってるね。早いよ、ね、上の家は山の上に花が置いてありましたね。今朝訪れた市庁舎です。ストックホルムは他の北欧の都市と同様、こじんまりとして分かりやすい街だと思います。